今日がベンチだから、はい、3回3回回って今日が7回目のパーソナルで7回目です。3週目です。そうですね。今日の体重が、83.4 ぐらいです。そうですね。体重との戦いですからね、はい、ぜひ頑張っていただきたいんですけども、今日は GoPro で撮ってるんですね。 GoPro で撮って、しかも坊やの、ま、ワイヤレスマイクを使ってますから、ここにつけてます。私はこれがやっぱり、ZV-1 のマイクもいいんですけど、他の音も拾うから、これだったら自分の声しか拾わないから、すごいですね。どんどんなんか 毎回会うたびにグレードアップしてないですか。そう、ものすごくお金を使ってるんですよ。4日に1回グレードアップしてます。すごい、 YouTuber になるためにですね、はい、中村さんもカメラ用意する。カメラは今相談しながらです。ただ今編集作業だったり、あとは必要な道具を見極める、あの1ヶ月にしようと思ってます。ちょうど、まあ、はっきりと編集大変だけど、まあ、中村さんとの話は編集してても楽しいですね。いや、ありがとうございます。本当お上手ですよ。そういうことでもないんですけど、話がお上手だし、まあ、将来的に回るだろうと。そしたら私が、これお金使った分は再生回数の収益で賄えるだろうと。いいですね、そうなると。その 10年後ぐらいにはですね。10年はかかりすぎない。10年だったら違うプラットフォームに何か。ああ、 YouTube がそうですね。10年後はさすがですね。それは可能性あるでしょうね。今しかないですね、 YouTube はね。まあ、もうとりあえず今年、そうですね、1年1万人とかじゃないですけど、そうですね、なんか行くといいですよね。まあ、中村さんは本当ビジネスの方でも可能性があるから、本当総理大臣は無理でも孫さんぐらいにはなれそうですよね。いや、ちょっと待ってください。総理大臣の方が可能さんじゃないですか。孫さんって孫さんしかいないですからね。難しいですかね。総理大臣って言ったら歴代何人か、まあ、何十人いらっしゃいますけど、両方とてつもなく高すぎる山ですよね。そうですね、まあ、それぐらいを目指してちょうどいいかなと。まあ、私が YouTuber のトップ YouTuber になると同じぐらいの難しさ、孫さんになる方が難しいですよね、さすがに。いや、ちょっとそもそも僕のポテンシャルなんて、本当ゴミみたいなもんなんで。まあ、でもここで筋トレをやってまたポテンシャルが伸びるかもしれませんからね。そうですね、確かにモチベーションが変われば視野も変わりますしね。あ、そうそう、本当ボディービルでよく言うんですけど、インプルーブドですね。発展していくって感じで、はい、モストインプルーブド手法とかあるんですよね。一番こう去年より伸びた人の手法とかですね。まあ、インプルーブドをして、私自身もインプルーブドしなきゃいけないと思うから YouTube もやってるんですけど、中村さんとお会いしたことでインプルーブドしていきますんで、それで中村さんも筋トレによってインプルーブドしていくっていうことで、はい、今日はベンチ100キロ上げるとこを取れますよね、今日ね。この間、一番最初の1回目が多分85だった、あ、じゃあ90だったんですね。そうですね。で、その2回目が95 で、ね、今日は3回目の胸の日なんで、だからマックスを狙う、100いける可能性ありますよね。でもね、マックスで狙う場合は100キロがメインだから、ちょっとこう気合い入れなきゃいけないですよね。はい、それで、まあ、こういうストレッチですね。こういう風な感じでストレッチでこう、ブリッジをこうしっかり取るストレッチですね。ストレッチとかも大事になってくるんですよね。わかりました。で、こうしっかりブリッジを取ってですね、はい、何こんな感じでグラグラしながら95上げるのは本当すごいですよ。これ褒めてるか褒めてないのか微妙なところですけども、普通左右差がなくなるんですよね、もう100ぐらい上げるときは。だからさっきやった、ちょっとブリッジ、こうやってこっちですね。こうやってストレッチで、あ、はい、ちょっとお尻を出して、あ、はい、そう、こっちですね。ちょっと激しすぎますよ。いやこんな感じでグーッとですね。これがブリッジのこう練習ですね。あ、なるほど。これブリッジを取れるか取れないかによってだいぶ違うんですよね。なるほど。だからしっかり 100キロ目指すときは、はい、そうストレッチが大事だからですね。はい、グーッとですね。そうそう、この辺のストレッチをしっかりやってですね、はい、これを普段からやらないとやっぱ上がらないですよね。そういう感じ、そういう感じ。はい、ストレッ柔軟性ってちょっとでもあれば距離が短くなるじゃないですか。はい、ベンチも柔軟性大事なんですよね。なるほど。まあ、やっとけば自然にこうベンチの柔軟性はつきますけど、短期間に上げるためはですね。ただ今日は大台に乗れる可能性があるってことですもんね。そう、だから今から気合を入れなきゃいけないんですよ。はい、すごく頑張りましょうか。そしたらこれ、はい、アップだから、アップ50ですね。これが50、はい、これの2倍を持つってことを考えると感銘深いですね。そうですね、やっぱりなんていうんですか、その重さは関係ないんですよけど、なんかちょっと100キロ持てたっていうのはちょっと自分としてはなかなかこう、そうすごいなと思いますよ。意味がある別のゲームですからね。もうこれはもう別のゲームで、そうそう、しっかりストレフォームを確認しながらですね、はい、やってください。下まで落とす位置とかですね、50だけどしっかりですね。そうそう、まあ、かかとを浮かしたら上がりやすいからしっかり、はい、
をちょっとくぐらな感じですると、はい、OK ですね、はい、こんな感じでちょっとあの柔軟やりながらですね。